宇野洋三郎宇野洋三郎は、日本の裁判官、旧道藩士、大審院部長。終戦後に全日本旧道連盟を組織し、その初代会長を務めた。号は地区院。青森県黒石出身。父は、大地主で、貴族院議員も務めた、宇野政左衛門である。青森県立弘崎中学校から第二、高等学校を経て、京都帝国大学に進む。 1904年、京都帝国大学法科大学読法科を卒業し、同年判事に任官する。初任は、神戸地方裁判所。横浜地方裁判所や東京地方裁判所の所長を務めた後、1934年に大審院部長となる。終戦後は1947年から第一、東京弁護士会に登録する弁護士となり、1952年には、 公安審査委員会委員長も務めた。旧道は1906年に、日置流奇州竹林派の岡内紀藩士に入門、1932年に第二本、武徳会藩士となる。第二本武徳会では、常務理事や理事長を務めた。第二本武徳会解散時、うのは武徳会副会長という要職についており、武徳会が GHQ により強制解散させられた際に、 追放される。全日本弓道連盟結成後しばらくして、パージされた者が会長を務めている。全日本弓道連盟は、部徳会の延長である。都の趣旨の風説が司法会や、文部省で囁かれ、国体から弓道が除外される懸念も出始め、宇野会長は、辞任、全日本弓道連盟も解散させる形を取った。十三味君に党を授けられた。 1960年に黒石名誉市民に選ばれている。ありがとうございます。